ワンピー側、愛と憎しみの狭間でピエロ、時報です。そして対するツビ側、山のジュエルブ。これ勝った方が上がりですね。勝った方が決勝進出です。ラオさん、あの B 筐体が今勝った中部勢対大阪関西勢が当たって勝った方が2位抜けです、はい、超デスブロックです。ものすごいデスブロックです。さあお願いします。投げが決まる。コワコワつないで切り返していくのはピエロ。一進一退の攻防。 EX リアルエア、 EX サマー中段からつなげていく。リープから入るんですね。この難しい距離をつなげていきました。ヤマトゥエルブが一本選手。ジャンプ台パンから繋いでいく。投げていく。お互いよく動く。投げ決めて。壊し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 の応酬。後ろから EXAXE 投げ今速い展開。壊し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 小技でお互い触れていく。 EX ベルトの残光はピエロが1本取り返す。ファイナルラウンド、めくりをうまくガードしているピエロ。体育を落として画面端、投げが決まる。これは大きい。投げは抜けている。 EX 技の応酬。ゲージを吐き出してリードを守っていくピエロ。どんどんリードが開いていく。ひとたびリードを奪えば守りは固い。ここで出てくる切り返し、来ない。スーパーサイズ入って飛び蹴り、取り返しに行く取り返しに行く。ヤマトゥエルブが襲いかかる。めくりから投げを決める。2人抜きですよ、トゥエルブが。トゥエルブが2人抜き。困ったのは残りユンとヤンだけで。先方黒人ダットリー、次方厳密神ピエロを抜いている。ヤマトゥエルブコスプレの人負けたって。しかしここで出てくるのは12に絶望を与える、ユン使いのオチビ。中堅オチビ、先方ヤマトゥエルブ。コワコワコワつないでいる。着々着中鉄断工。ゲイエジン前方停止からつないでいく。リードを奪っているのはオチビ。中盤に消極。緊急回避。どこまでも追い続けるオチビ。逃げ場はないぞと雷撃襲が突き刺さる。いやー落ち着いてますね。滑空の対処うまいです。滑空の対処も慣れたものです。中足払いから幻影陣前方転身で捕まえて鉄断工から画面端に押し込んでいく。モンキーフリップ、再び幻影陣。ここで起死回生のオチビの攻めが止まらない。うわぁ鉄壁でしたね。しかしヤマトゥエルブ上がりましたね。チームに貢献、2人抜きです。
ラオさん、今の気づいたんですけど、はい、あのチビたち KO ファミリー以外はほぼ全部遠征勢で構成されたチームになってますね。はい、関東勢、東京勢はほとんどプレーオフ落ちてますね。そうですね、これすごい展開になってます。ちなみに B 兄弟は今中部勢のシカロミが2人抜いてますね。シカロミ、レミが2人抜き、レミ2人抜き、すごいことになっています。関西勢対中部勢、そして兄弟を戻して A 兄弟出てきたのはゴーエイブキ。そう、ゴエさんです。はい、中継取って、中継膝からつむじで押し込んでいく、中大風切りモンキーフリップ、前方的に投げていく、ここでブースラップ、弱中コボク押し込んでいく、おしりが押し込んでいく、前方転身、まだ分からない、コパイン取っている、通じローゼッショー、こかあれは確定ですね、多分確定のローゼッショはビタなら確定だと思うんですけど、1ラウンド目は落ちび、押し込んでいく、押し込んでいく、ブイスラー壊し壊し刻んでいく、ブロッキングから中キック、絶勝方法、絶勝方法、うわ取っている、割り込みを取っている、落ちび、あのスピードでブロッキング入るんですか、あっという間に2人抜き、いくか、レッドイブキですね、出てくるのはレッドさんです。12はさすがに出せないですもんね。ただまだユンとヤンしか残ってないんで、12が出づらいっていう、12は温存しています。さあ中部対関西はロリダットリーがシカロビンを倒して2対1の状況に持ってきましたね。さあ画面に行きましょう。こちらは中堅戦です。 1P が落ち火のイブキ、あ、落ち火のユン、 2P 側はレッドイブキ、ペースを握っているのは絶好調のチビ、スライディング、セッションめり込んで、ジャグジャグダイ、ここから押し込んでいく、押し込んでいく、幻影陣にも物落ちしないレッドイブキ、押し込んでいく、中大白虎投げつかりに大足大 KO、 きっちり反撃、ポンケンで返していく、チビちょっと投げ好きに一瞬だけ遅れましたね。投げを透かしてゲージ発動、ダイパーからダッシュ前方転身、旋風絶勝、シューキック高い、押し込んでいく、ジャックパン返して裏に回る、投げていく、抜けている、投げるリープ、落ち火落ち着いている、グラップ大キック回転、これはイーブン、ゲンエンジン発動、ブロッテージャクジャクダイ、小足で割り込んでいる、まだ分かんないですよ、裏からハイキック、いつない、バックジャンプ大パンチ2連発、完璧な対空処理、落ち火が読み勝って、大事な中堅戦をものにして、そうですね、もうエアストブレルが行くしかないですね。ユダカイトライジングはあと2人、昭和エアストの12、温存していた最終兵器をここで投入してきた、投げを決める、ゆっくりとゆっくりと獲物を追い詰めていく、投げで切り返していく、絶勝で突っ込んで、おお TR、 いやー全然わかんないですよ、まさに殺戮マシン、1本取ったのはエアスト、
中足までからゲージ、落ち身が繋いでいる、難しい目押しを繋いでいる、旋風旋風旋風、古木一気に体力7割以上ゲット、中足取って中足取って V スラー逃げている、アストは逃げている、ここでバックダッシュ狩りですね。スウェルベの性能のいいバックダッシュをきっちり読み切って鉄山高をぶち当てた。最終ラウンド絶勝、果敢に攻めていく、おお投げが入る、ここで距離を取って絶勝、おおジャンプダイバー分からない、消えていく、姿を隠してどうする、バックジャンプダイバー、腰X投げている、ゲージは十分、ゲージ発動、空中拾った、お尻が拾った、まだ残るか、タッチ集計、さあ場内はシーンと静まっちゃいましたね絶望を与える落ち目、大将は泉純理、KO ファミリーは3体、スナカイトライジングは大将泉チュンリー、残るはユンユンヤン、チュンリー星にめっぽい強い落ちびたい、チームを救った泉ですね、中足ファーストアタックは泉チュンリー、大剣でしょ、入る旋風ガードしてる、しのいだ、膝が入って一発圏内、中継落としている、ジャクジャク中でしょ、どっちだ、ジャクジャクジャク中、東北市からゲージ発動、鉄山2発目で浮いている、1ラウンド目を先取したのは落ち身のユン、いい位置ですね、雷撃は見えている、中足でしょう、めくりから壊しハイキック、雷撃から落として現役圧を刻んでいく、刻んでいく、前方転身掴んで旋風から鉄山、鉄山ゲージを貯める、鉄山鉄山押し込んでいく、内回してジャクジャク現役圧を、しのいだ、落として投げが決まる、投げが決まる、一発圏内、しゃがみ当たって中足ブイスロー膝で潰している、絶勝、膝を落わからない、状況はほぼイーブン、大将泉異常を見せるか、中足絶勝、膝で返している、中盤絶勝、ゲージな、あいにく中継膝移動投げ、ゲージ圧を、小足高いスプリング、絶勝、突っ込んでハイジャン、中継高い絶勝、どうなる、投げ、おお盛り上げますね泉、大将泉意地を見せて、残るはあと2人、ここで出てきたのは副将ヤックンのユン、さあ中部勢は逆に追い詰められましたか、大将ヒロちゃん対するは副将シエゲンですか、副将対決、副将対副将ですね、さあどうぞ返します、モンキーリップ、わざわざいるのはヤックン、10秒で現役陣を発動していく、壊し壊し高い、膝も取っている、ジャクジャク元気に取って、中足でしょう、見えている、あれを取りますか、前風呂で、ラインラウンド開幕、現役陣距離を取る泉、つま先で触れていく、中継この回収率、前方転身から第2章、もう幻影陣が溜まっている、前方転身、必要な前方転身、
コワコワ絶唱旋風取って中央小翼戦膝ジャグ逆中現役ヤックンが決めた。さあ KO ファミリーが一つ取りました。さあ筐体を B 筐体に変えてください。中国、中部チーム対今ですね副将シエ対副将ヒロちゃんです、ね、さあ天狗石が発動してる。そしてここは踏んでさあゲージ回収。副将戦も1対1、勝った方は自動的に勝ち上がり、負けた方はもう1回あります。さあ順番読めない。さあ乱石を天狗石貯めたいが陣内に回る。さあ中盤から疾風陣内起きてる。どうする投げ抜けてもう一回抜けてる。追い払うヒロちゃん。さあ置いてある中足 EX 波動が置いてある。投げ入ってさあ投げたい。さあゲージが溜まる。投げ入ってES波動、ES波動。さあ追い込んだ。大将は残りはマサです。マサの9を大将に残して、関西勢はシエが副将。 We await your return, warrior. Welcome to the world. さあシエが一気に決めるか、マサが大将の位置でチームを救うか。さあもちろんアーツは突進、そしてチップ陣来客、大将チームを背負ってるぞ。中部対大阪、まずは投げ入る。上りジャンプジャストが入って一発は重いが、さあマサが硬い。刻んでいく。投げ抜けている。抜ける。さあ前ダッシュしたブロー、そして連突まで入れて1回目2回目。さあ大幅リードを奪う。中盤寄せつけない。さあマサの動きがいい。さあ上り下がってからの中足シップ陣内。さあ移動投げ、高速打撃入って、1回目。さあ屈伸したか、今のは若干投げの距離が離れたか。そして完全体、さあ体力はよく立っている。さああの距離で投げをすかす。しかしまだ死なない。じゃあ仕掛けて。さあ体力は知恵が追い抜いた。ゲージは投げが入る。シエがまだまだ負けはしないと意地を見せていく。さあマッチポイント、関西チーム出し投げ入って、出し投げ、さあ富から最大が入る。1回目2回目、台足を動かすが出撃か。さあ投げていく、出し投げ、しかし追いついてきた。もう一回、さあ止まらない。移動投げ、
移動投げ。さあ大将戦、粘る名古屋。そして大将はもう一枚の剣ですね。さあ勝った方が決勝トーナメント、残り2つのうちの1つ。さあ翔太郎の剣、剣2枚を残す関西。そして中部名古屋は大将9。どっちが勝っても熱いチームが決勝トーナメントに行くぞ。大将戦、さあまず下がっていくマサ。さあ遠距離台形が入って1回目。さあ大技が3発連続で当たる。下っ腹からミドルが入る。さあこれは漏れてしまう。どうする中大昇龍、昇龍と入れていく。投げが入る。さあここはよく飛んだ。突進が入る。さあしかし追う、捕獲、突進、突進。さあリーチを先にかけたのは名古屋勢。さあ歩きターゲットからの陣内まで入れて、かかってきながら下がって距離を取る。ショーパンで今度は落としていく。さあ翔太郎ペースで進んでいる。しかし打撃が入る。1回目上り中盤。さあ技が当たりだした。投げ、投げが入る。さあまさか一気に体力逆転。しかし昇龍、昇龍まで入って、さあもう一回逆転。さあこれは釣ったか。どうする中大昇龍、昇龍と。さあまだゼロ、体力ゼロなまで分かりませんよ。イエス、竜巻全部逆。ファイナルラウンドまで行く。開幕投げ、投げ式に移動投げ。緊迫した展開。イエスタスバキをしゃがんで透かすと、ここは出ないか。ここは逃げる。さあマサペースか。マサが飛び込みから決める。さあ体力は残り、最後はしゃがみ中盤。残ったのは名古屋勢。関西が2。 OK です、 OK です。さあ残り1名ですよ。はい、それではですね、1